今日再開された岐阜市の陸上自衛隊日野基本射撃場での射撃訓練。この射撃場では去年6月、当時18歳の元自衛官候補生の男が射撃訓練中に自動小銃を発砲し、男性隊員2人が死亡、1人が大けがをしました。去年11月に訓練が再開したものの、隊員が報道陣に中指を立てる行為があり、再び中止になりました。そして今朝8時、銃と弾薬が同時にある時間を限定的にするなど、再発防止策を講じたとして訓練が再開されました。再開にあたり、射撃場前には中止を訴える市民およそ30人が集まりました。お話し合いも何にもされなく、強行にやられたことについて抗議をいたしました。気持ちを考えずに本当に無視されて、今日の日が来たことを腹が立つ。一方、およそ半年ぶりの訓練再開に対し、近くに住む人は、不安とかってのあったりしますか？今んとこないね。今までのね、管理でも仕方ないと思うよ。国を守ってるためやからね、それは やらざるを得ないと思いますよ。訓練は明日以降も行われます。